どうも、マナイユです。今回はツーリング行ってきたので動画投稿していきたいと思います。まずお話ししようかなと思うのが、このネオエリザベスちゃん、まあ、ハイウェイキングエレクトラグライドですね、納車されて1ヶ月経ちました。で、今回で4回目のツーリングになるわけなんですけども、乗った感じね、非常に塗りやすいというのが、まあ、率直な感想で、やっぱりハイウェイキングっていう名前がつくだけあって高速がすごい伸びるねっていうのはすごい切に思う。で、紹介動画でもお話しさせていただいてるんですけども、サスダウンしてシートもダウンしてあるので、私にとってはかなり足つきよくしてあるので、まあまあ本当に安定する。もうベタ足つくのでこんな感じでね、ベタ足つくのでかなりこれはハンドル操作とかはしやすいと思いつつ、紹介動画の方でも購入を検討中ですとか、購入しましたっていう方、あとは重さが慣れないとみたいな、確かに重い、ちょっと坂になっててこの状態で止めちゃうとこれできなくて、やっぱこう誰かに押してもらうとか、それぐらいかな。まあ、まだ立ちこけしてないので起こせって言われたら どうなんだろう。できるだけ立ちこけはしないようにしたいな。バイク神社の放課後もあるしね。本当購入を迷われてる方は限定モデルなので、本当この早い者勝ちみたいなところはあると思う。今日も走ってて何台かあれすれ違ったけれど、まだお揃いの子はまだ見かけていない。多分本当早い者勝ちなんじゃないのかなと思います。前がねスフテイル乗ってたので、このタイプで慣れているっていうのもあるけれど、私は総じて安定してすごく乗りやすいなと思います。で、ここからはツーリング行ってきたのは長野県御嶽山行ってまいりました。とりあえず登っていく様をGoPro で撮影してるので、大自然を感じながらツーリング動画ご覧いただければと思います。結構カーブは多いのでハーレー向きの道ではないかなと思うけど、全然走れるなっていう。で、まあ上りに関してはやっぱりハンクラとアクセル、もちろんコーナリングは原則で行くんだけれど、本当ハンクラとアクセル出してあげて、エンストしないように減速しすぎないようにで、ちゃんとギアも合わせてあげるとか、その辺気をつければ結構なヘアピンカーブでも、まあ、問題なく、これ帰り道下りは取っていないんだけど、下りは逆減速モードにして前後のブレーキで減速をしながら、車体の重さだけで下りはスイーっていくので、でもクラッチは全然つかないで、減速しながらちゃんとこう回りきれる速度で曲がっていくっていう感じだったかな。もう帰りね、熊出たね、熊。そう、道の駅で帰り休んでいたら長野県警の方が声をかけてきてくださって、熊出たよっていう話をしたら、そんなんしょっちゅうです、民家のあるエリアに出なければそれは普通のことでって言われた。結構これぐらいだったと思うんだけどな、ちょっとびっくりしました。帰りは3番目だったかな、一番先頭のバイクがもう多分30メートルぐらい先をなんか大きい黒いものが横切ったなって思ったら、どこを見ても猫系じゃないし熊って思って、みんなこう目撃した人に聞いてみたら、熊いたよね、生まれて初めて野生の熊を見ました。で、まあ、県警の方にそういう話をしたら、熊だけじゃなく猿も出るということで、猿は特に手なずけないようにとのことです。蝶々結びとかだとほどいちゃうらしくて、やっぱりなんかついつい上げちゃうとか、
奪わせちゃうお菓子とかね、方がいるのか、なんか随分人間慣れしちゃってるか、今でもそれは聞いたことあるような気もするけれど、とにかくあの野生の動物は手を出さないようにというと言われました。まあ、もちろん出さないって言って、長野県警、なんかすごい親切でね、ガムくれたよ、ガム。あの、帰り気をつけてね、ガムくれた。すごい暑かったので、今これ帰りのサービスエリア、一番最後のサービスエリアでちょっと休憩しながら動画を撮ってたりとかするんですけども、まあ、本当に暑かった。で、御嶽さんとかね、標高の高いところは涼しくていいんだけどね、なかなか地上に降りてきたらめちゃくちゃ暑かったので、この夏ツーリング行かれる方、熱中症対策には本当にお気をつけて、快適な快適参加された方で扇風機ついてるジャケットとか着てらっしゃる方いましたけど、あれいいね、あれはいいわ、見た目なりふり構わない。この際真夏はあれいるね。冬はヒートテックじゃない。まあヒートテックも着るけど、ヒーテック。今違う名前だっけ？ヒートマスターだって忘れちゃったけど、電熱着るので冬はそこまで寒さって気にならないけど、夏やっぱ暑いので、皆さん体調だけは崩さないように。楽しくツーリングライフを送っていただけたらなぁと思います。よいしょ、なんかここ誰もいないからいいや、くつろいでる。暑かった。コロナ禍から明けてやっぱり、ま、今回3連休でしたけども、これから夏休みのシーズンになる観光行かれる方多いと思われます。土日祝に関してはパーキングエリア、サービスエリアも結構混んでたりとかするので、運転するときは休み休みっていうのも大事なことなので、皆様交通安全第一、とにかく無理のないようなプランでお出かけされると良いかなと思います。でもこれ夕方降ってるんですけども、この時間になってやっとちょっと暑くなくなってきたかな。帰宅するまでがツーリングですので、私も気をつけて帰りたいと思います。最初に塩パンとか塗った感じとかお話しさせていただきましたけども、また迷われてる方、これからライダーになりたいっていう方いらっしゃいましたら、また気軽にご質問いただけたらなと思います。私自身がライダーになるって全然思ってなくて、前のバイク衝動買いして、はやライダー歴も6年目に突入する、こんなに楽しいバイクライフが訪れるって思ってもみなかったので、もしね迷われてる方いたら、本当になんかこうちょっとなんかやんちゃなイメージがあったりとかするじゃないですか。決してそうではないつもりでいるので、本当に走ることを楽しむ、風と一体になる感じ、ライダーの方、これからライダーになりたい、ぜひぜひね、気軽にコメント欄、よりコメントいただけたらと思います。なんだろうな、私自身はハーレーしか乗ってない、いろんな人に声をかけられたり、そこで意見交流ができたり、そういうのも楽しかったりします。ですので、実際に会われた方、そうでない、こうやって動画を通して、皆様とこういった交流もできたらなと思っております。
こんな感じで、うん、今回はバイクの動画投稿になります。またね、行く機会あったら、うん、綺麗な風景とか撮れたらまた投稿していきたいなと思っておりますので、またぜひぜひまた次回をお楽しみになさってください。こちらの動画、良ければ評価、いいね、グッドボタン、まだチャンネル登録もお済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。また私の内容、Twitter など、SNS やっておりますので、概要欄に詳細載せておきます。よかったらチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな、ゆうでした。またね。